はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はバレンタインスペシャルガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラが、バレホムラちゃんと、バレコタカちゃんと、サナちゃんとルナちゃんの4キャラになってます。とあとそもそもね、ガチャから出現するのが厳選23キャラのみということになってまして、まあ、バナーキャラプラス、彼女キャラといったところですかね。まあここにね、新島ちゃんがねちょっと入ってくれてたらかなり良かったんですけれども、残念ながら新島ちゃんはいないですね。で5回目でね PSR の、イベキャラが1枚確定ということになってますので、5回引いていきたいと思います。で自分はね、バレホムラちゃん持ってないでしょ。でバレコダカちゃんも、まあ、デビューなんでもちろん持ってないでしょ。でサナちゃんも持ってなくて、ルナちゃんが今 SR のプラ4なんでね、まあ、本当に、誰が出てもいいし、ルナちゃんをねできればプラ5に持っていきたいですね。というところで、じゃあ10連ガチャ引いていきましょう。ここは、バナーから PR 以上が1枚確定ということになってます。で全体を通してだいたい確定系なんで、SR の出現率アップっていうのは5回目まではないですね。初回もないのか、まあ、その代わり150個で引けるよっていう感じになってますね。じゃあ初回10連引いていきましょう。あ、そうそうそう、あとねチケット系、バレンタインのねチケット系も消費していきたいと思います。とりあえず取れるもんはだいたい漁った感じかな。うん、まあこれはないね。あ、入ってた。あ、今ので入ってんの。え、今どういう演出だった。ちょっとなんかすっげえ普通な感じがしたんだけど。おー、バレホム。まあね、バレホムラちゃんもね、まあいいんだけど、今気迫ヘッドがねどうしても能見さんと被ってるんでね、そこがちょっと出番を減らしちゃうところかな。アプリの方だとねクリスマスホムラちゃんがいて、こっちはね代打の神様を金徳でくれるのでね、相当使いやすくなってるんですけど、とりあえずバレホムラちゃんは手に入ったか。で4回目がね、バレ小高ちゃんかバレホムラちゃんのどっちかに、なってるので、まあ、そこまででどれくらい解放できそうかといったところですね。でバレホムラはあれだよね、もう完全に通常のホムラちゃんの上位互換だから、まあ、最悪普通のホムラちゃん突っ込んじゃってもいいかな。てか普通のホムラちゃん今いくつだっけ、3とか4とかだった気がするんだけど。でここは、20連目 SR が1枚確定ですね。普通の確定枠だけ。おー、サナちゃんゲット。そうそうそう、サナちゃんもね強化されたみたいなんで、ぜひとも使っていきたいですね。先手必奪の金徳も取れるようになってんのかな。まあ、左キラーだけだとねちょっとやっぱり微妙なところがあったんですけど。で PR はサナちゃんとルナちゃんがありますね。ルナちゃんはね PR1 枚くらい持ってたような気がするんですよね。そう、大丈夫をね突っ込もう、突っ込んで、要は5枚突っ込んでプラゴにしようかどうかね悩んでたところだったんですけど、まあ、ここでうまくレベルを上げていければいいですね。で3回目は SR 以上1枚確定になってます、バナーキャラから。ってことはあとバナーで持ってないのは一応小高ちゃんだっけ。ちなみに小高いつもさ迷うんだけど、小高ちゃん小高ちゃんバレホム、お、いいね。で、サトリちゃんと普通の R か。で PR のルナちゃんもいますね。よしよしよし、結構良さそうだぞ今回。で次が4回目なので、バレ小高ちゃんかバレホムラちゃん、まあ、ここまで来たらなんかバレホムラちゃんで解放していきたい気もするね。どうかな。まあ1枚反転すれば、おお反転した全員手に入ったな今回これで。まあ、バズーカ要因としてねちょっとバレコタカちゃんは使っていきましょう。通常時にね入れるかって言われるとちょっと微妙なところはあるんですよね。まあ、通常のコタカちゃんとはねテーブルが変わってるんで多少はねやっぱり使いやすくはなってるんですけど、あとイベント数が1個減ってんのかな金徳ので。運命の PSR ですね、 PSR 5回目になります。じゃあここ引いていきましょう。これもね厳選23キャラから出現する形になっているので誰が来るか。ルナちゃんが来たらね
どうだろうね。結局 PSR プラゼロだったら普通のプラゴの方が強いからね。おお、サトリちゃん、まあ、サトリちゃんもね、初期の頃はねかなり強かったですけど、まあ、今はうーんっていう感じですよね。ミサちゃんとかの方がいいかな。おお、ルナちゃんの PR 結構いいな。これはルナちゃんプラゴまで持っていけるかな。ということで、ガチャの方はこんなもんですね。もうまた例によって石がなくなってしまった。で、多分次大きなものとしてはまあ分かんないですけど、4月の26日にパワープロ2018が出て、で大体4月の26だっけ発売日が、で28あたりがサクスペの発売日、まあ、発売っていうか稼働日だったはずなので、2周年記念とかがねありそうなんで、またちょっとそこに向けて、石の方は貯めていきますか。まあ、その間にでかいガチャが来るかって言われたらちょっと分かんないんですけども、チケットの方に行きます。あ、 PR とか10枚あるね。もう全部使っちゃおう。なんか SR 出ないかな。まあ普通、いやでもこれも入ってる可能性あるからね。うん、ないね。まあこれは本当開放用だね。お姉ちゃん、よし、タルモトはいらない、アンヌもいらない。スッスはなんだっけ、赤月スッスが出た時のために取っておく。下の人たちは、お、古長がいいね。なんで、PR 系はまたミキサー用に取っておきましょう。なんかミキサー祭りみたいなのがあるじゃないですか、ガンダーのおやつみたいなの、あそこ用にね、ちょっとまだ取っておきたいといえば取っておきたいんですよね。あとさ、 SR ガチャチケット、これも1枚もう使っていきましょう。どんどん使っていきましょう。こういうのは補助券も6枚だったっけ、あったよね。うん、スッス、暁ね、スッスはね普通に強いと思うんですよね。これアプリの方で持ってるんですけど結構使ってますね。技術がねやっぱりめちゃ稼げる。じゃあこっちの補助券5枚を消費して SR を1個手に入れましょう。うん、守るくんか。守るくんはもうさすがにな、暁守るがプラゴだからな、いらないよな。でここら辺も未だに残ってるんですよね。選抜キャラ SR 選択権とか、お正月券もちなみにまだ残ってます。俺もうマジでねラストエリクサー症候群なんで。でバレンタインチケットギリ、まあ、ギリはもうどうでもいいよね。とりあえず聞いとこう。何が出るんだっけそもそも。でここら辺はね虹玉がそう出たとしてもゲドウくんとかの可能性があるんで、骨か、まあ、期待はねちょっとしない方向でいきましょう。 PR のマネちゃんがいいね。で次、ギリの次はトモチョコですね。トモチョコ、トモチョコも6個引いていきましょう。でここでまあ虹とかがね出るんだけどね、どうせゲドウくんでしょっていう、2つ混じってるけど骨かゲドウでしょっていう。あ、違った。普通にカリンちゃん出た。まあここはカリンちゃんだけかな。 R 大丈夫博士像もねまあ嬉しいっちゃ嬉しいかな。まあ何かのために取っておきましょう。ちなみにね風薙くんはね俺多分3000何位だと思うんで、終わりの時にね3200とかだったんで、まあ5000の間には入れますね。まあ、3000から5000が風薙くん SR1 枚なんで、とりあえずプラ1で置いておきましょう。でまあ風薙くんにね大丈夫博士と突っ込むかって言われたら、まあ他にもねやっぱり後々のキャラのために取っておきたいのがやっぱりあるので、風薙くんはちょっとお借りして使わせていただきます。でバレンタインの本命が4つですね。本命4つももらったけどさ、ちょっと困るよね4つももらっちゃったら。さすがに。でこれはあれだよね、 SR が出てくるか PR の大丈夫かすると、多分だから普通のこれが PR ですよ。ほらほらほら、せっちゃんとかせっちゃんとかもな、PSR もうプラモだからねそもそも、という感じですね。あとはじゃあちょっとまた整理してどうかな、
解放をどれだけできるかちょっと確認してみます。で、解放がなんか微妙だったらここで動画終わらせちゃいます。ちょっと、イベキャラを見てみますね。はい、じゃあちょっと解放していきましょう。少しまとめました。まずサナちゃんですね。で、サナちゃんは、ここに1枚 SR があって、PR がね下の方にあって、プラス3と2枚あって、これでねプラ5にはなるんですけど、ちょっと R がね少し余ってるんで、これをまずぶっ込んじゃいましょう。一応2つぶっ込むか。で、 PR はもし母体として残しておければそれはそれでよしということで、1解放しましたね。 OK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 。 で、あともう1個 R があるんで、これも突っ込んじゃおう。せっかくの機会なんで、うん、解放しなかったね。じゃあこの PR を、1枚突っ込んでプラゴにして、1枚の PR はちょっと解放用の母体として取っておきましょう。また復刻した時にね、じゃあ引いていきます。で、これで、サナちゃんの SR に PR のプラゴを、食わせますと。ほい、きた、2だね。よしよしよし、これね本当に解放すると嬉しいよね。次はね、ルナちゃんに行きます。で、ルナちゃんは今、プラ4ということで、PR の数がね、全部でね、4枚なんですよ。で、一応、ここに、今ある R を、まあ、全部食わせちゃいます。で、最悪、大丈夫博士像を何個かね、ちょっと持ってきたんで、ここでもう、ルナちゃん、プラ5を作りましょう。1、2、3個、投入します、R を。どうだ、解放せよ。解放しない。まあいいか。じゃあこれでプラ1、プラ2、プラ3、プラ4、プラ5ということで PR のプラ5が出来上がりましたと。で、そこに SR 食わせましょうと。で、俺はね、まあ、大体わりかしやっぱりプラゴを作り出して食わしていきますね、確実に。でね、解放しないときはね、マジで解放しないみたいなんで、まあ、これも所詮運なんで、あれなんですけど、なんかもうなんか10枚くらい突っ込んでも1解放しない人とかもね、稀に聞くんで、それはちょっとさすがに悲しいですよね。これでルナちゃん、プラゴが出来上がりました。で、あと一応ね、ホムラちゃんですね、バレホムラちゃん。母体があって、ここに1枚 SR があって、普通のホムラちゃんが、今ね、プラ4なんですよ。で、そうすると、この SR プラ4に、この PR 関係を食わせて、プラ5にして、もうこのプラ5は突っ込みますと。どうしようかな、まあ、大丈夫博士像はねさすがにもったいないよね。そもそも普通のホムラちゃんが常設キャラなんで。プラにどうしよう、置いとこうかな。じゃあとりあえずこの30だけ食わせて。 R ってどうなったんだっけ、ちょっと待ってね。 PR に焦点を当てて R を食わせた時にどうなるか。R が1枚か、まあ、いっか、食わせるか。バレンタイン系はね、そうそう復刻しないんで、もういいでしょう。一応解放した。1解放して、これ 33% になるはずなんで、だったらそのままさっきのパーセンテージを解放してくれよっていうのは、あるんだけど、まあ、そんなもんす、そんなもんなんで、とりあえず 33% を通すか。いけ！通らないね。36% どうしようかな。プラニカあと3枚必要なんだよね。いっか、貯めとこう。やっぱり貯めときます、常設キャラなんで。なのでとりあえずバレンタインホムラちゃんは、プラ1にして、で普通のホムラちゃんのプラ5が完成したらそこで食わせましょう。よし、それでいきます。今回はじゃあこれで置いといて、まあ、他はね、めぼしいキャラはいないので、解放はこれで終了したいと思います。
というところで、まあ、今回の収穫としてはまずサナちゃんが手に入ったのと、まあ、ルナちゃんがプラゴになったのと、あとバレンタインの小高ちゃんとバレンタインのホムナちゃんが手に入ったので、まあ、結構収穫はでかかったですね。まあ、PSR はねちょっとやっぱり微妙だったんですけれども、今のところね、まあ、PSR は割とちょっと数だけは少しずつ揃ってきた感じですかね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。